霊夢は、日本のプロ野球が始まったのはいつからか覚えているか？日本職業野球連盟が発足して初めてのリーグ戦が始まった年からと考えると、1936年よね。その通り、その86年前から歴史が続いているチームはいくつかあるんだが、その中の一つが阪神タイガースだ。巨人とのいわゆる伝統の一戦は、この歴史の長さも関係しているのよね。そんな阪神であるが、なんと長い歴史の中で今までたった一人の選手しか使用せずに、さらに今後二度と使用されない背番号があるんだ。初めてその番号を使用した選手が歴史に残る活躍をして、永久欠番になってしまったというわけね。今回はそんな阪神唯一の背番号10番にしてミスタータイガースとも呼ばれている、藤村文夫について解説していこうと思うのぜ。ほいほい。藤村文夫は1916年の8月14日に広島県の呉市で誕生。8人兄弟の7番目で、父は呉海軍工廠で働いていたそうなのぜ。戦艦大和とか作ってそう。地元の小学校に入学した後に野球を始めた藤村は、尋常小学校、高等小学校を経て1931年に大正中学校言語校高等学校に入学。ちなみに、藤村が在学中の1934年に大正中学は五校中学に改名しているわ。藤村は2年時にはエースとなり、同学年で隣の小学校を卒業した後に広島商業へ進学していた鶴岡和人や、農民渡る、門前正虎を擁する工業中学といったライバルたちと広島県内でハイレベルな戦いを繰り広げつつ、春夏の甲子園に通算で6回出場。京都商業の沢村栄治、中京商業の吉田正夫、熊本工業の川上哲春らこの時代の甲子園で活躍した名選手たちと激闘を繰り広げたのぜ。旭川中学伊豆どこ？特に藤村4年次となる1935年の夏の甲子園では、藤村の他に後のプロを4人も擁するという凄まじい戦力で全国の強豪を圧倒。決勝まで勝ち進み、打撃の神様こと川上哲春擁する熊本工業をわずかに安打で完封し、川上からも3連続三振を奪う好投で優勝を果たしたのぜ。こうした甲子園での活躍や名選手たちとの激闘から、藤村は甲子園の申し子という異名で呼ばれていたそうよ。ちなみに、この快挙に対する呉市民の熱狂具合はそれはもうすごいものだったらしく、戦艦大和ら旧海軍を中心とした博物館である大和ミュージアムで、海軍も造船も全く関係ないにもかかわらず映像資料に登場するレベルなのぜ。海軍の博物館に行ったはずなのに、野球の話を聞かされた時の私の気持ちを答えよ。藤村の甲子園での伝説はこれだけにとどまらず、翌1935年の夏の甲子園では、飯田商業との試合で1試合19奪三振を記録。これは1925年の大会で記録された歴代最多記録に並ぶものであり、2012年に東光学園の松井裕樹が1試合22奪三振を記録して更新するまでの77年間夏の大会における最多記録だったのぜ。わえ？この夏が最後の大会であった藤村は、翌1936年の春に五校中学を卒業することになるのだが、藤村の卒業は、ちょうど今に続くプロ野球が始まるタイミングだったんだ。当然甲子園のスターである藤村を欲しがる球団もあったが、本人は法政大学への進学を希望しており、一番最初に接触した名古屋金庫軍は、藤村の父と兄によって入団を辞退されてしまうのぜ。しかしその次に交渉にやってきた大阪タイガースは、支配人が自ら出向いたこともあってか藤村の父と兄を口説くことに成功。何も知らない藤村は、タイガースと契約を結ぶことになるのぜ。ここで出てくる大阪タイガースは今の阪神の前身なんだけど、名古屋金庫軍は中日ドラゴンズとは無関係らしいわね。余談だが、本人は法政大学に進学できなかったことを残念に思っており、そうした影響もあってか、後に息子二人を法政大学へ進学させているのぜ。二人進学したうちの弟の方は、チームの主将に指名されるほど活躍したそうよ。この時代は東京六大学の人気が絶頂だった時期でもあり、一方で創設されたばかりのプロ野球はヤクザかようかのように思われていたんだ。そんな中で甲子園のスターだった藤村が六大学野球ではなくプロ野球を選んだというのは衝撃的なことであり学校や周囲は大反対。藤村がタイガース入団のためにクレーキを出発するとき、見送りに来てくれたのは家族とわずかな友人だけという寂しさだったのぜ。悲しいなぁ。こうした戦いきさつで大阪にやってきた藤村は、甲子園での初練習にも参加するのだが、その際に、内野手が足りないという問題が発生するんだ。そこで投手陣の中から内野手の候補を探そうということになり、藤村も抜擢されて二塁を守ることになるんだぜ。今まではずっと投手だったんだけど、プロに入ってから打者に挑戦したのね。リーグ戦が始まってからは、タイガース史上初めての試合で完封勝利を挙げたり、
巨人との球団史上初試合でリリーフとして勝利投手になるなど投手として活躍する一方で登板しない日は内野手として出場し、1936年秋のシーズンではタイトルが創設されたばかりの初代ホームラン王に輝いているのぜ。ホームラン王。なお投手としては春夏と秋の2シーズンで19試合に登板し、9勝4敗の成績を残しているのぜ。翌1937年も内野手を兼任し、秋には打率2割を打つなど2番打者として活躍したものの、チームメイトに影浦勝、山口正信、松木健次郎らこの時代屈指の強打者が揃っていたこともあり、打者としては、特別に目立つ存在ではなかったのぜ。なお、投手としては春秋を通じて17試合に登板しているが、そのうち12試合が春季リーグのため、春は投手、秋は内野手をメインに出場していたと思われるのぜ。実際、2割を打ってるのは秋だから、その可能性はあるのよね。翌1938年も、投手と打者を兼任していたが、投手としては年間を通じて7試合の登板にとどまるなど、打者がメインでの出場になったのぜ。その打者としては、投手としての出場も含めて全75試合に出場し、春には打率3割を記録しているのぜ。ちなみにこの間、タイガースは1937年38年とリーグ連覇を達成しているわ。1939年の1月に軍隊の召集を受け、地元広島の部隊に所属することに、訓練を受けた後に中国のチンタオ、フランス領インドシナ、カナンなどを転戦し、一度国内に戻って訓練を受けた後に、今度はマレー作戦に参加。この作戦ではイギリスのアジア最重要拠点だったシンガポールを攻略することに成功するのであるが、イギリス軍降伏の白旗を発見し、司令部に連絡を送ったのは自分だ。という武勇伝を後年語っているそうなのぜ。実際どうだったかは置いておいて、言うだけならただよね。その後は輸送船に乗っているところを魚雷で沈められて、サメのいる海を泳いで逃げる羽目になるなどのアクシデントもあったが、運よく選手生命に関わるレベルの怪我に遭遇することもなく任務を終え、1943年に帰国することになるのぜ。日本に戻った藤村は1943年の夏からチームに復帰したものの、さすがに4年半も軍隊暮らしをしていたために野球の勘は鈍っていて、この年はあまり良い成績を残せなかったんだ。まあ4年もブランクがあったんじゃしょうがないわよね。しかしヤクルト氏の1944年シーズンには調子を取り戻しており、打率3割1分5厘の25打点を記録、打点王のタイトルも獲得しているのぜ。また、この時の阪神は多くの選手が兵隊に行ったことで選手層が薄くなっており、藤村が4番を任されるようになっていたんだ。4番になったということで、藤村は地方遠征の試合前に行われる余興のホームラン競争に参加することが多くなったのだが、このホームラン競争の中でコツをつかんだことで、後々ホームランバッターに成長できたのではないかと当時を知る選手たちは証言しているのぜ。意識してホームランを打とうとしたことで、それが打席でもできるようになったのかしらね。1945年は戦局の悪化からプロ野球も中止されてしまっており、藤村も兵隊に呼び戻されて、広島の部隊に所属することになったのぜ。最初は広島で本土決戦の備えをしていた藤村であったが、途中から福岡に移動して軍用犬の訓練などに従事。これにより藤村は運よく広島原爆を回避することができたんだ。最初に兵隊に行った時もそうだけど、豪運で戦争を生き延びてきているわね。終戦後は暮れの実家に帰っていたが、11月に球団からのすぐ帰れという電報を受けてチームに再度復帰。リーグ戦が再開した1946年にはチームの選手兼任監督に就任。チームの主軸を担いつつも打率3割を記録し、さらに投手が不足しているチームを救うために先発やリリーフで23試合に登板。自己最多となるシーズン13勝を挙げたんだ。これがリアル三刀流。シーズン後に監督はチームメイトの若林忠に譲り、自身は再び選手に専念。1947年シーズンは4番として71打点を稼ぎ、打点王のタイトルを獲得してチームのリーグ優勝に貢献。この優勝は、藤村以外にも金田正康、土井垣武らの強打者が揃う強力打線によって成し遂げられたものであり、その破壊力からダイナマイト打線の愛称で恐れられたのぜ。爆発力のあることが名前からもわかるわね。1948年のシーズンより、藤村は新しいバットの使用を始めるんだ。それは通常の選手が使用するものよりも8センチ以上も長い特注のバットだったんだ。このバットは、その長さから物干し竿と呼ばれたそうよ。当時、川上哲治の赤バットや大下博士の青バットが話題になっていたのだが、これに対して藤村は、バットに色を塗るだけなら誰でもできるから、私は他人の真似できないバットで打ってやろうと考えたんだ。そんな中で藤村は遠征中にゴルフをする機会があり、この時に握ったゴルフクラブからヒントを得て長いバットを開発したんだ。ちなみにこのバットは、アンモニアで乾燥させるといいと聞いたらしく、
いつも家のトイレ20本近くぶら下げていたらしいのぜ。当時はまだ水洗トイレなんてないから、ボットン便所だったわ。しかし藤村がこのバットに変えてからさらに打撃に磨きがかかったのは事実であり、10月2日の金星スターズ戦で日本プロ野球史上初めてとなるサイクルヒットを達成。さらに日本プロ野球史上初めてのシーズン100打点にも到達して打点王のタイトルも獲得したんだ。まあサイクルヒットに関しては、当時の日本にはまだその概念が伝わってきてないから、全く話題にはならなかったみたいだけれどね。翌年になっても打撃は好調で、187安打、46本塁打、142打点と打撃部門の主要シーズン記録を3つも更新する驚異的な活躍を見せる。もちろんホームラン王と打点王には輝いたものの、首位打者だけは小鶴誠に譲ったことで三冠王は逃してしまうが、この藤村の活躍に大阪の人々は熱狂し、甲子園に入場できない人が出るほどの大盛況だったそうなのぜ。なお、この年の阪神はシーズン6位だったものの藤村は MVP に選ばれており、この頃から、ミスタータイガースと呼ばれるようにもなったのぜ。最初に入団した頃はヤクザかよとか言われてたのに、10年でこれだなんてすごいわね。しかしこの1949年オフに、日本プロ野球はセリーグとパリーグの2リーグに分裂。阪神からも前述の若林、別当、土井垣ら主力選手が次々と毎日オリオンズに移籍してしまい、チームは大幅に弱体化してしまうんだ。ダイナマイト打線の終わりね。それでも藤村はチームに残留し、タイガースの顔として活躍。1950年シーズンは打率3割6分2厘を打って首位打者を獲得し、前年自身の三冠王を阻んだ小鶴の三冠王を今度は自分が阻み返すんだ。ON で見たやりとり。30代も半ばに差し掛かりつつあった藤村であったがまだまだ打棒は衰えず、1951年は打率3割2分、23本塁打、97打点。1952年は打率3割1分4厘、20本塁打、95打点という主軸の何恥じない成績を残すのぜ。このようにベテランの域に差し掛かっても藤村が元気だった要因には、彼がお酒は飲めずサイダーが好きな甘党だったことがあるのではないかと、当時の同僚たちは語っているのぜ。好物はアンパンだったらしいわ。37歳となる1953年シーズンは27本塁打の97打点を記録し、打点と本塁打の2冠に輝く。なお、戦後は主にサードを守っていた藤村であったが、この年からファーストにコンバートしている。藤村は守備の評価も高く、投手を務められるほどの強肩に加えて強烈な三塁線へのゴロであっても素手でキャッチする器用さも持ち合わせていたために、守備位置は深くて範囲も広かったため、サード以外を守っても平均以上の守備を見せたそうなのぜ。実際に、ベストナインを6回も取っているわ。1954年シーズンは、さすがに年もあってか打率は2割7分3厘まで落ちてしまうが、長打力は健在で21本塁打を記録。翌1955年、チームの新しい監督として岸一郎が就任。岸は世代交代を目指して若手を積極的に起用する方針に出るのだが、このことが主力選手の反発を招いてしまい、岸はシーズン途中の5月21日に休養することに。そして、その後を受ける形で藤村が選手兼任で再び監督に復帰したのぜ。一度兼任監督をした後選手兼任に戻って、その後また兼任監督をやるなんて珍しいことやってるわね。監督用の傍ら試合にも出続け、前年に続き21本塁打を記録しているのぜ。また、日本プロ野球史上初めての通算200号本塁打もこの年に達成しているぞ。投手でプロ入りして200号。って思ったけど後々投手で入って868号打つ人が出たわね。1956年シーズンも監督を兼任していたトーソンは、監督用を優先したためこの年はレギュラーを譲り、わずか51試合の出場にとどまる。監督としてチームを2位まで導いた藤村であったが、そのオフに一部の選手が藤村の解任を求めるという事件が発生。藤村排斥事件という一連の騒動は2ヶ月近くも続き、マスコミの良い話の種にされてしまったのぜ。阪神イコールスキャンダルメーカーという印象は、この時についてしまったのよね。この事件の背景については色々言われているが、直接的な原因の一つに選手の待遇の問題があったんだ。というのも、当時の阪神はベテランである藤村の俸給を基準にして他の選手の年俸も決められていたのだが、肝心の藤村が球団から提示された金額に対して全く異を唱えなかったために、他の選手のがどれだけ活躍しても藤村を引き合いに出されて年俸がなかなか上がらないという事態になっていたんだ。当時は今と違って、お金を稼いで生活をするために野球をやっている時代だったから、多くの選手にとって待遇が改善しないことは死活問題だったわ。実際、別所が巨人に行ったのもそれが原因の一つだしな。
話を戻すが、こうした待遇への不満は本来球団の経営陣に向けるものであるが、一選手が経営陣の退陣を求めるのはさすがに厳しいため、矛先が藤村に向いてしまったということなんだ。まあ、藤村自身にも選手とのコミュニケーションが足りてなかったとか、ファンを意識してやった行動の一部が選手からよく思われてなかったとか言われてるし、完全なとばっちりとは言い切れないかもしれないわね。この騒動は、主力選手の対談にまで発展しかける大事になってしまうが、最終的には球団と選手は和解。なお、後に当事者の口から待遇問題については受け入れてもらえたことが語られているのぜ。お賃金増えてよかったやん。なお、この騒動の影響で藤村は現役を引退し、翌1957年シーズンは専任監督として挑むことになったのぜ。名選手なのに引退があっさりしすぎているけん。そういうわけで専任監督として挑んだシーズンは、終盤まで巨人と激しい優勝争いを繰り広げたものの、わずか1ゲーム差の2位という成績に終わったんだ。しかしそのオフに、球団代表から監督の交代と代打要員としての現役復帰を急に告げられる。優勝争いしたのに交代させられて、しかも唐突に復帰させられるってどうなってるのよ。一説には、前年の藤村排斥事件のペナルティではないかとも言われているのぜ。とまあ、そうしたいきさつで急に現役復帰した藤村であるが、1958年のシーズンにはすでに42歳。体の衰えは顕著であり、わずか24試合31打席の出場にとどまり、ホームランも打てないままシーズンを終え、このオフに、改めて現役を引退することになったんだ。かつてミスタータイガースと呼ばれ、甲子園を何度も満員にしてきた男の最後としては、あまりにも寂しいものになってしまったわね。それでも、翌年3月2日に甲子園で行われた巨人とのオープン戦で藤村文雄引退試合が開催され、さらに彼が一貫して着用し続けた背番号10番は球団初の永久欠番に指定されたんだ。大阪タイガース結成時に藤村が10番を着用して、そこからタイガース一筋で在籍し、引退後すぐに永久欠番となったわけだから、後にも先にも、藤村しか使用していない番号となったのね。引退後は、読売テレビで野球解説者をやっていた藤村だったが、1963年に、当時の浜崎慎二監督に請われる形で国鉄スワローズの打撃コーチを務める。国鉄退団後は東映フライヤーズで1軍打撃コーチや2軍監督を4年間務めたんだ。しかしその後は野球界にあまり積極的には関わらず、近畿放送での解説者や大阪スポーツの評論家として活動。また、俳優デビューしてドラマにレギュラー出演したりもしているのぜ。過去一でセカンドキャリアを楽しんでて草。しかし晩年は生活習慣から来る糖尿病に悩まされ、最後は腎不全で死去。1992年5月28日に、75歳でその生涯を終えることになったのぜ。というのが藤村文雄の野球人生だ。球団創設時から終戦直後の時代にチームの顔として活躍した、ミスタータイガースと呼ぶにふさわしい人物だったわね。今回調べていて私が感じたのは、なんか沢村栄治と似てるなーってことだな。どちらもアマチュア野球でスタートして活躍し、そのまま発足したばかりのプロ野球に参加。今に続く球団の創設メンバーとして活躍していたが、時代の流れで戦争に行くことに。そこで沢村は選手生命を絶たれるような怪我を負ってしまうが、片や藤村は五体満足で生還する。ちょっと運命の歯車が違っていたら、二人は全く逆の立場になっていたかもしれないな。戦争を生き抜いた世界戦の沢村栄治が、藤村文雄だということね。まあそんな感じだな。この時代の選手を取り上げる上では避けては通れない定期イベントだからこそ、こうしたわずかな際になんとも言えない気持ちになってしまうな。センチメンタル。とまあ、私たちの感想を述べたところで今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。あと、Twitter もやってるのでよろしければそちらも。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。